石川義和は日本の作曲家。日本にレオ・オンスタインのピアノ曲を紹介した。福島県相馬郡町塚村出身。1906年19歳の時、相馬中学を卒業後、半年ほど代用教員を務めた。その年の9月にアメリカに渡った。カリフォルニア州サクラメントで女性音楽家のベリングスにピアノと英語を学び。 三ノ瀬市のパシフィック大学音楽部に入学、ピアノと作曲を学んで1918年卒業。1920年帰国後、朝鮮総督府社会課長として平安乱動に赴任。この時に家から依頼されて朝鮮画学の研究も行い、15年をかけて五千部に書き写し、計283曲、五千ページに及ぶ業績を残す。 1928年職を実施的調。その後は自作のピアノ曲と共に、オーンスタインの作品を演奏した。石川はオーンスタインを未来派音楽として紹介したが、オーンスタインはモダニズムの作曲家であり、勘違いをしたものと思われる。オーンスタインの影響を受けた石川は、不協和音を用いた音楽を作曲したが、当時の楽団からは異端として退りけられた。 利用食の食卓として続けていた朝鮮画学の研究や第二次世界大戦中には品川中学の数学教員、戦後は丸の内警察署の英語通訳として生活費を稼ぐ、傍ら作曲を続けた。1956年の一血を起こして倒れ、6年後の1962年に74歳で死去した。ありがとうございます。